先ほどアップ中に捻挫をしてしまいまして、で今のところは問題ないんですけど、ちょっとさっき捻挫したばっかりなので気になりますね。やるしかないので、今のところはそんな腫れてないんですけど、ここから一気に腫れてくるんだろうな。はい、というわけで今406本かな、80から78くらいでやったんですけど、やっぱり捻挫した場所が痛いのでちょっとこの辺でやめときます。痛いな、すごい痛い。今日治療というか、なんだろう、回復に治療院行けるかわかんないんですけど、ちょっと捻挫したところが痛いので行けたら行きたいと思います。痛い痛い痛い。これからも帰ってしっかり冷やしたいと思います。痛い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 。足を引きずりながらダウンをしています。痛い。走ってる時はね、スピード上げてる時はアドレナリンが出てるので大丈夫なんですけど、今終わっててこうダウンをしてると痛い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 。やばいやばい。おはようございます。12月3日ですね。昨日捻挫をして夜急遽治療に行って、翌日の朝です。明日ハーフマラソン走るので、今日軽くジョギングを今しようかなと思ったんですけど、やっぱり痛いですね。痛いっす。なんだろうな、腫れてる場所が普通に当たって痛いですし、患部も普通に痛いという感じです。いやー、なんかこれ明日になって引いてるっていうイメージはちょっとありますねただ今日はもう完全に走れないので、走ってもこう足引きずってるみたいになってしまうので、ちょっとこの辺でやめておきます。本当大きい怪我じゃなくて捻挫だと思うので、しっかり安静にしていきたいなと思います。治療院9時からなので、ちょっと朝一で行って治療をしていただいて、明日は DNS かなと、ちょっとお医者さんとも話をしてみたいと思います。いやー、なんで捻挫なんかすんだよな。なんか練習をしないで走れないのは全然いいんですけど、こういうくだらない怪我で走れる機会を失ってしまうのはすごく歯がゆいですね。くぅ、ちょっと今できることをやります。ちょっと真っ暗なんですけど、今レース前日の夜です。一日ね、圧迫して、冷やして安静にしてたので、痛みだいぶ引いてきたので、ちょっと夜9時10時なんですけど、明日こう走れるんじゃないのかなと思って、ちょっと今ランニングの動作をしてみたんですけど、やっぱり痛かったです。歩行は問題ないんですが、やっぱり走る動きをするとこう足の角度とかまっすぐつくわけではないので、ちょっとダメそうっすね。ちょっともう一回試してみます。はい、というわけで本日12月4日日曜日の朝です。はい、で先ほど風こいのぼりハーフマラソンの計測チップを返却したので、本日正式にというか DNS という状況でございます。で昨晩ちょっと走ってみて、もしかしたらいけるんじゃないかみたいなことをやってみたんですけれども、案の定動画の中でもお話した通り、やっぱり足が痛くて、今日もレースの当日の朝なんですけど、この判断は間違ってなかったかなと。すごく今も痛くて熱を持ってるような状態なので、ちょっと歩くのも正直痛いですし、日常生活しててもちょっと支障が出てるような感じでございます。なので一応治療院の方には2週間くらいは走るのをやめた方がいいんじゃないかみたいなことは言われているものの、ちょっとね、自分の様子を見ながら1週間とか休んだら走れるんじゃないのかなっていうふうにちょっと楽観視してる部分があるので、またねそのあたりは動画の中で状況をお伝えできればというふうに思ってます。正直ね、DNS
棄権するっていうのは今シーズン初めてで、体調不良とかもなかったですし、本当にレースに向けて怪我とかをするってこともなかったので、久しぶりにこう怪我で DNS っていうので結構落ち込んでるような状況でございます。しかもね、こう何て言うんでしょう、大きな怪我、例えばこう座骨神経痛とか疲労骨折みたいな、こう練習の中で疲労が溜まってとかっていう怪我ではなくて、こう自分の不注意で足をくじいて捻挫をしたっていう怪我なのがすごく恥ずかしいというか、喋っていながらなんだかなっていうような感じでございます。はい、本当に防げたことなので、ぜひね、皆さんもこの動画見ている方も寒い時期ですので、本当にしっかりストレッチとか足首回して走るとかっていうところをやっていただければなと思ってます。本当に怪我にご注意ください。特にマラソンシーズンで、マラソンって何ヶ月前から用意をして走るものだと思うので、その数ヶ月間の準備みたいなものがちょっとしたことで水玉になってしまうのはもったいないと思いますので、ぜひ皆さんは私のようにならないようにしてください。はい、という感じです。で、本日12月4日で、今後のレースについてもちょっと最後お話ししてどうするのみたいなところもお伝えできればというふうに思ってます。本日12月4日で日曜日が終わりまして、次12月10日と11日が土日になるんですけど、ここに関しては何もレースを入れていないので、まあ1週間個人的には練習を積もうかなと思っていた土日なんですが、ちょっと1週間休んでみた足がどうなるかっていうところにはなるんですけど、できれば練習しっかり行う土日にしたいなというふうな感じです。で、翌週17、18日なんですけれども、18日に川崎国際駅伝、出場します。足が治れば出場します。で、おそらく2週間経ってるので、まあ、走ることはできると思うんですね。コンディションはどうなのかっていうのはあるんですけれども、そこでしっかり走っていきたいなと思ってます。まあね、優勝を目指すとか入賞を目指すっていうことではないと思うんですが、チームのメンバーで出る以上、足を引っ張らないようにしたいなと思ってます。ぜひ川崎国際駅伝出る方は頑張りましょう。楽しみましょう。昨年と場所変わってるのでご注意ください。はい。で、次ですね。次の土日、12月25日、クリスマスですね。川内杯、栗橋関所マラソン10キロに出場します。で、今から、3週間後ですね。3週間後なので、まあ、体の状態どこまで戻ってるかみたいなところにはなるんですけれども、10キロのレースってあまり出る機会がないので、まあ、35分切るくらいは狙っていきたいかなというふうに思っております。はい。で、最後ですね、年末、その4日後になるので、ちょっとスケジュール的にどうなのっていうのはあるんですけれど、まあ、出たいレースなので、ビヨンドフルマラソン最後、年内のレースとして臨みたいと思います。本日から、4日なので29、25日くらい、あと25日、ビヨンドまで、あと25日、できる準備をしっかりして、臨みたいなと思ってます。この捻挫した状態からね、ビヨンドまで、どこまで持っていけるかっていうのも、ぜひ今後、YouTube の中でお伝えできればと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。というわけで、本日の動画は、捻挫してしまいましたっていうところから、ここまでどう過ごしますかっていうところと、今後のレースについてお話をさせていただきました。ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またね、同じレースに出る方とかコメント欄で、教えていただけると嬉しいです。あとはこう捻挫に効くストレッチとか、あとは捻挫に効く食べ物っていうのはないと思うんですけど、こういうケアしたらいいよみたいなのがあったら、ぜひコメント欄に書いていただけると非常に嬉しいです。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも怪我に気をつけてください。では。